ロードしたわよ。清春、卓球しようぜ。オートモードを開始するわ。ああ、たくみが卓球台を持ってきたんだよ。やるか？それなら安心しろ。古今東西とかしてまったり楽しむ予定だから。せっかくだから私もやる。そこまで上手じゃないけど、簡単なラリーくらいならできるわよ。よし、もう少しメンツ集めたらやるか。卓球なんて久しぶり。楽しそうですね。ミカルは観戦。ミカルと観戦。よし、それじゃあまずは男と女で勝負するか。それぞれ交互にお題に合った答えを言いながらラリーだな。いいわ。やるからには手加減しないわよ。お手柔らかに。それじゃラリーの順番を決めるか。最初のお題は？そっちが決めていいぞ。それじゃあカリン先輩、決めてください。わかりました。それじゃあ木星の衛星。いいよ。エウロパ。ガニメデ。カリスト。私たちの勝ちです。清原、頼むぜ。ガリレオ衛星？イタリアの天文学者ガリレオ・ガリレイによって発見された木星の4つの衛星のこと。それがさっきのやつなんだね。そう、木星の衛星の中でも極めて大きい4つ。エウロパには海があって生命が存在するのではないかと言われている。すごい。ちなみに木星には66個の衛星がある。確かに地球に3個分の渦なんて言われたら胸が熱くなるわよね。では次のお題は清春が決めて。ミマス。レア。ヤヌス。アトラス。ダフヌス。キヨハル。お題決めたのお前だろ。私たちの勝ちね。木星と土星の衛星は基本中の基本でしょ。太陽系を甘く見てはいけません。ほほう。海王星。いいとこついてくるじゃない。さすが清春くんです。最初から本気出せよな。今度は勝ちだな。メレイド。ナイアド。カラッサ。デスティナ。ガラテア。プロテウス。ハリメデ。サオ。ラオメディア。お前もう海王星に足向けて寝れないよ。またお兄ちゃんが向けちゃった。海王星の衛星は13個。だから清春が最後の衛星ネソを言えれば勝てた。確かに時速約2000キロの風が吹いてるなんて聞かされると胸が熱くなるわね。宇宙やばい。